はい、皆さんこんにちは、ワナルグルユージです。では今回はアートバンヤホー現代モットを続きをやっていきたいと思います。イランプレイですね。今回はですね、まずパキスタンを攻略侵略していこうということで、その資源を手に入れるわけなんですが、入れたいわけなんですが、どうしても今欲しいのがゴム、さらに鉄、アルミ、これが欲しいので、パキスタンこれ持ってるんですね。これを取りに行きます。で、ここに向かうにあたってはですね、ちょっと人的資源、装備含めて枯渇気味だったので、部隊の師団の統廃合を進めていきます。その指示だけ出しておきました。時間とともに師団が統廃合されると思います。それに伴って人的資源がね、多少回復するんじゃないかという期待を持っています。あとはですね、海軍の方なんですけども、まあ、今後のことも睨みつつ、まず一つはですね、空母の開発に着手しようと思っています。で、もう一つがですね、第三艦隊、これを用意して、第三艦隊の方にはですね、この東地中海の世界圏、パトロールをしてもらおうということで、すでに艦隊をアサインしました。では、時間を進めていきましょう。今後の国家方針とかもね、選択するタイミングで説明していきたいと思います。パキスタンへの宣戦布告の期限なんですが、ちょっと見づらいと思うんですけども、2029年の4月15日までに宣戦布告しないと、せっかく獲得した戦争のね、正当化が消えてしまうので、4月15というのを一つターゲットにしておきます。で、国家方針なんですけども、国家方針はですね、この後はもうどうしても人的資源が欲しいので、聖戦に進んでいきます。聖戦何かというと、ちょっとお見せしますね。聖戦はここにあります。で、この聖戦を選ぶと、徴兵可能人口が 10% に跳ね上がるというものがあるので、これをね、しっかり選択するために、ステップを踏んでいきたいと思います。では、時間を進めていきます。あとは生産のラインの方もね、ちょっとお見せしておくと、どうしても足りていない兵員輸送車、あるいは歩兵戦闘車、これをね、少し厚めに入れるように変更しています。では、4月15日が迫ってきましたので、パキスタンに宣戦布告をしていきましょう。4月1日。そこを開戦の時期として、4月1日になったらね、宣戦布告していきましょう。では宣戦布告していきます。で、あとはちょっと微妙なところがあれば予備兵力を惜しみなく投入していきます。で、あとあと投入するところに関して言うとね、参謀本部からの直令という形をとって、一気に計画立案率、進行率、これを上げていっちゃいましょう。で、航空機に関しては一番最新のね、世代のものを研究していきます。さらに空母も研究、冒頭お話した通りの戦略です。で、新しい戦車ですね、これと、あとは兵員輸送車の方も最新のものにしていきましょう。で、重火器に関してもね、一番新しいものがもう生産可能な状態になりましたので、まずこの生産の切り替えていきます。サイボーグに変えていきましょう。で、さらに研究の枠が余ってくるのであれば、研究の枠を使っていきます。この後、生産を選択した場合、研究速度が大幅に遅れるという、まあ、大きなデメリットが生まれるので、その前にね、研究できるものは研究しておきましょう。で、まず一つここですね。軌道の無重力状態工場。これで工場生産量プラス 10% のボーナスがつくので、これを入れます。もう工業、産業はね、生産を始める前に、ある程度、やっておきたいところです。南部戦線も含めて順調に推移してるでいいのかな？今、イランの方で最強の部隊がおそらくこの、今選択している国境防衛3軍だと思うので、この国境防衛3軍をいいところに投入していきましょうか。
はい、そしたらパキスタンとの戦争終わりましたね。ここはすべての州の割譲をしていきます。どうしても資源が欲しいので、これでだいぶね、資源的な余裕は生まれるんじゃないかなと思います。確認していきましょう。アルミ、ゴム、タングステン、すべて余裕がありますね。鉄に関しても余裕がある。初めてじゃないかこういう状態は。そしたらちょっと調整をしていこうかなと思います。輸入量ですね。輸入量を調整していきます。でこれ適正に保っておけば置くほど、今建造しているものが早く建造が終わるので、そういう状態に持っていきましょう。でちょっと戦争中にね、ヨルダンへの侵略するための準備として戦争目標の正当化を入れてあります。これ終わり次第国境防衛の一軍を投入していく予定で、部隊を移動中です。ちょっと待ってね、ヨルダンってさ、むちゃくちゃ師団いるな。これ56師団もいるの。いやこれは侮りがたいぞ。ちょっと大部隊を展開する準備をしておいた方がいいですね。ヨルダン侮りがたし、これは再び核を撃たなくてはならないという惨劇をまた繰り返すことになりそうだな。じゃあ部隊を移動させていきます。さあでは時間を進めましょう。はい、では国家方針ね、次進めていきましょう。シャーリア法典です。これによってイスラム主義の支持率変化 20% のボーナスが入ります。であとは研究の枠もね、使っていきます。研究の枠は続いて母艦の2を入れます。母艦の2が終わった後は、原子力潜水艦とかね、そのあたりもちょっと作っていく準備をしていきましょう。ヨルダンが思ったより部隊がね、それはそれはむちゃくちゃ多いというのが分かったので、このヨルダンをなんとかね、一気に平らげる、そのための作戦をね、しっかり立案していきましょう。では空母の原子力化を早々に行います。で空母の原子力化が終わったらね、母艦の製造建造を始めていきましょう。で戦略爆撃機は最新のものにしていきます。これ以上新しいものはこの現代モッドでは出てこない。本当に最新のものになります。ヨルダンへの、まあ、いわゆる戦争の正当化が終わるのがいつかというと、これがですね、2月の6日。なので約2ヶ月後ですね、ゲーム上の画面でいう。あとはちょっと戦略的に資源はどこで何を手に入れていくかというのをちょっと見ておきましょうか。悪くないよなぁ。アルメニアに鉄15、さらにどうだろう、アゼルバイジャンにも鉄ありますね。このあたりも侵略目標にする。ちょっと確認しておきましょうか。どっかと何かしているとまずいからな。陣営に入ってるな。 CTSO、 これロシアが入ってるね。ロシアと戦争する力は今の我々にはないので、ここにはちょっと手が出せないな。アゼルバイジャンは確認します。アゼルバイジャンはどこの陣営にも入ってないね。これだったらあるいは戦えるかもしれないな。
アゼルバイジャンにちょっと宣戦布告することを念頭にしておきましょうか。では、アゼルバイジャンに向けて戦争の正当化目標を制服で送っておきましょう。で、さらに、今、原子力潜水艦、原子力空母の開発研究が終わったので、ついに空母を入れましょう。で、せっかく余っているものがあるので、期間を上げておく。ここまで上げられるね。これで保存して、これを期間がアップグレードされているマーク1に変えていきます。これをがっつり作っていきます。さすがに鉄が足りないので、鉄を貿易で中国から輸入しましょう。アゼルバイジャンへの戦争の目標っていつ終わるのかちょっと確認しておけばよかったね。この後確認しましょう。で、聖戦を入れます。30年12月。ちょっと先は長いけど、まあしょうがないね。そしたら空母に入れる艦載機も研究最後のものを入れておきます。さあ、イランもここまで大きくなりましたからね。もうそれこそインド、中国と肩を並べるほどの大国に領土的にはなっていると思うので、しっかりね、運用していきたいと思います。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、ヨルダンとの戦争から始めていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。